どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、追いかけられてる音楽が聞こえるよね。そう、クロ鬼に追いかけられてます。で、今日行くパーティーこれです。花坂寺新オバーイケメン犬聖おかんアゲアゲハひもじです。これはヒーラーパーティーですね。全員ヒーラーでどうなのか。まあ、楽勝だとは思う。ただ、攻撃スキルがないんで、時間はかかるのかな。でも基本的に、放置で倒せそうな気もする。うん。まあ行ってみましょうか。ちなみに装備をお見せしましょう。目出し帽、目出し帽。で、こっちがガードの秘跡。だね。下の奴らは、特に交代することもないので、大丈夫と思います。まあ、ポカポカの陣が発動するので、もっと強くなるかな。はい。イケメン系がね、HP 高いので、受けるのに、うってつけなのよ。はい、じゃあ行きましょう。クロに来い。基本放置でいけそう。あー、減るね。あー、でもガー、あー、はい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 。で、しかも、お世話もしてるから、HP ガンガン回復すんのよ。でも攻撃しないか？あー、ちょっと、一応する。一応するけど、時間はかかりそうだね。アイテム使わずいける？あ、いけるかな。素早さもね、かなりあるのよ。かなり素早さも高いんで、避けるし、ちゃんと攻撃が1回1回になってると思うんで、いいね。おーおーおー、これ多分、あ、まあ、やばい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 、あー、もう喋ってぼーっとしてたらこうなってしまう。あ、でも大丈夫だった。これ大丈夫か。あー、いや、ここで1回アイテムを使わなきゃいけないか。いや、そんなことはなかったぞ。あー、痛い。ここは使わんとダメでしょ。使わ、いや、大丈夫だった。まあ、放置でいけるか。あ、いけそうか。でも若干 HP はピンチにはなったよね。でもお世話と回復の術系でなんとかなってる。ただ必殺技だろうね。必殺技をちゃんとイケメン犬が受けるように、必殺技で待機しとくっていうのが重要か。あ、いや、もうここさ、これで待機しとけばいいんじゃないね。だから必殺技も全てイケメン犬が受けるようになるんで、いけるか。ちょっとこれでそのまま待機してみましょう。なんかいけそうな気がする。うん、まあ、攻撃はね、毎回してくれないんだけども、それでもまあそこそこ攻撃してくれるんで大丈夫か。うん、必殺技もこれだったらイケメン犬が受けるよね。うん、あー、いや、あ、いけそう、いけそう。ちょっと放置しておきます。10分経ちました。まだ倒せないね。10分で倒せない。クロ鬼の HP どれぐらいになったかちょっと見てみようか。
全然減ってない、全然減ってないぞ。まあまあとりあえずこのまま放置を続けてみましょうか。これどんぐらいかかるか、これそろそろ見てみようか。だいぶ減ってると思います。戦闘から30分経ちました。クロミと戦い出して30分。さあ敵の HP 半分、これ1時間かかんの、1時間かかるんすか。まあいいや、もうここまで来たらもう最後まで放置しときましょうよ。やってやる。今ちょうど1時間ぐらいかな、1時間ぐらい経ちました。まだ倒せてない、でも死んでない、なんかすごいね。あー、クリティカルとか受けたりもするけど、まあ生き残るんだよね、なんとか。ちょっと見てみようか、1時間経ってどれぐらいでしょうか。もう少し、もう少しだね。あと10分ぐらいか、わかんないね。まあまあもう少し待ってみましょう。かかるなー。おお、倒した倒した。1時間5分、1時間5分だよ。かかったねー、めちゃくちゃかかった。これはおすすめしません。うん、まあ、確かに放置してね勝っていけるんで楽ではあるよ、楽ではあるけど、1時間過ぎそれぐらいかかるんで、全然おすすめはしません。やめておいた方がいい。これは宝石ニャン系のパーティーで放置してた方がまだ良さそうだね。まあまあ、とりあえず改善点としては、イケメン犬をトゲニャンにして、で、下二人、ひもじいとアゲアゲハいらないから、そこを、威圧感と追いゾーンを入れたらばいいと思います。それが多分、放置で、最速で倒す方法じゃないですかね。まあとにかく全部ヒーラーで行くと1時間5分かかっちゃいました。とんでもない時間だったね。はい、あまり真似はしないようにしてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。